きげんよう、みなの衆。今回はガイアガンダムを作っていくぞ。ザクザク祭りを一旦終わらせるためにこっちを作ることにしたんじゃ。登場時期は大体同じくらいじゃと思うから。押し入れの肥やしを片付けていくぞ。接着合わせ目消しを繰り返し。磨いてもパーツを削りすぎないように注意。説明書を見ながら効率よく作っているつもりなんじゃが。毎度のごとく後半とんでもないことが起きるぞ。サフを吹けるようになったら乾燥を待ってチェックじゃ。一部暗色の上から暖色を塗っていかなきゃいけないから。この作業をしないと出来が悪くなるんじゃ。エアブラシの性能に合わせて。こちらではだいたい4倍以上に薄めて塗装するのが基本。昔はもっと濃いめじゃったんじゃが。目詰まり防止と均一に吹きやすくするために今の調整になったんじゃ。色をしっかり発色するために、しっかり吹きつけないと失敗することになるので、ここはケチらずしっかり吹きつけていくぞ。このキットはミッドナイトブルーを基本に全体の塗り分けが結構あるので、見落としがないかチェックと、ちゃんと色ムラ起きてないかしっかり見ておくんじゃ。チェックが済んだらマスキングをして、二度目のサフを吹くぞ。ほんの一部じゃがマスキングをしてサフを吹いて、指定色を塗っていくんじゃが、今回はこの過程で思い知らされることがたくさん起きるぞ。こちらは比較的綺麗にできたパーツなんじゃが、この指定のイエローがくせ者でな、調合から仕上げに至るまで悩まされることになるんじゃ。下地のサフはグレーじゃから、見えなくなるまで塗装。調合の段階で目詰まり起こしそうな濃度設定じゃったので、マスキングの隙間から侵食するんじゃね？って心配がものすごく大きいぞ。何度か角度を変えて見直して、納得できたら次の部品じゃ。平面に近い部品は難易度は低いが、立体的に塗り分けていくことになる部品は難しいぞ。手首の塗り分けがいい例じゃが、マスキングをしっかりしないとまたとんでもないことになるんじゃ。そしてこの部品に関してはさらにやらかしが続くぞ。前腕の肘が干渉する部分を避けながらマスキングし直して、資料を参考にしながら、ランナーの色を見比べて塗ってみたものの、一応、パープルらしいんじゃが、ピンクが強すぎね。もう関連部品はこの色に塗ってるので、これで納得。まあ、できんかったんじゃ。関連するパーツは全体を見ても半分以上。他の色が混ざっている部品と接着した部分はマスキングで塗装。うまく作れるかわからぬが、せめて納得だけはできるものを作りたいと思ったんじゃ。さあ塗り分けたらご覧の通りじゃ。パープルを演出しながら、グレーの調和をしっかり出しておるぞ。あくまで個人的な主観しかないわけじゃが、納得できたらリタッチとか細かい作業をしていくぞ。組み付けると全体を覆うゆえて抜きは一切できぬ。元は1色の部品を4色に塗り分けるんじゃが、しっかり隠したつもりでも失敗は起きるもの。作業が細かすぎるためリタッチして、場合によっては研磨が必要じゃ。フグってこんなに難しいものじゃったかの？表3色裏1色で合計4色。同じ色を調合するのはほぼ無理なので。手直ししたいところがあるなら後悔する前に手直しじゃ。バラバラに組んで塗装が一段落したらバランス確認。ライフルの塗り分けは難易度と手間の合わせで時間がかかったのでバランス確認はシールドを持った状態まで。立たせた時の足の角度。背中の曲がり具合。組み合わせた時色ムラが部分で出てないか確認がこの作業じゃ。なんせ同じものを作り直しなんてできればやりたくない。おかしなところでも我慢できるなら我慢。もうちょ頑張れって時は分解してやり直し。やり直しができるのは調合した色が残ってる時だけ。基本色で売っているカラーは後回しでもいいので、気になって困る部分は直していくんじゃ。チェックと課題を確認してやっとライフルができたので持たせてみたぞ。正直長すぎね。
じゃが加工は一切せぬぞ。説明書を見たときできるのかこれ?とか思いつつ仕上げたぞ。全体で言えることじゃが、一部は指定とは異なる塗装をしておるので、その辺は好みの問題じゃな。もちろん MA にも変形できるぞ。バクー買っておかばよかった?ってほんのちょっと思ったが作るの大変なので作るものはどうしてもってものだけじゃな。当時 HG ではガイアだけ出ておったんじゃが、今さらカオス、アビス買うつもりはないぞ。初代さんバカのキットも買うつもりはないぞ。まあ多分それでいいんじゃ。むっさ苦しい男のガンダムなんぞ手間がかかるだけで願い下げじゃな。後ろから見ても特に面白いものでもないからここまで。バーニアもちゃんと塗り分けてるので、今後作るジオの時の練習じゃ。サイドスカートのグレーはオリジナルで塗装。真っ黒じゃと味気なかったので一手間じゃ。来るべきのためにこのポーズは取っておきたかったんじゃ。ハイネ君のグフちゃんと持ってますよ。差し替えの腕パーツはまだわからないところがあるため。接着はしてないんじゃがわかったら作り直しをするぞ。完璧ではないにしても納得しうるところまでできたので。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また見るのじゃぞ。にゃーはっはっは。素晴らしい。ではまたの。